はい、せいちゅんです。今回はですね、豊崎にあるチュラサンビーチを紹介していきましょうね。このビーチのね、特徴っていうのは那覇空港から15分ぐらいのところなんですけど、那覇からすごく近くて、でビーチ自体もね、新しくてすごい広いビーチになってます。で、一番の特徴がマリンスポーツも結構ちゃんとできるんですよ。まあ施設が整ってるっていうかね、バナナボートとか、あとシュノケリングっていうのが、体験シュノケリングっていうのができるようになってて、やっぱり那覇から近いところってなかなかちゃんとできるところがなかったりとか、まあ北部とかね、中部行けばあるんですけど、やっぱね、那覇から15分ぐらいのところでっていうのはなかなかないので、もしね、南部の方、那覇よりも下の方ですね、地図でそこの方に泊まってて、シュノーケリングとかバナナボートとか乗ってから遊びたいなっていう人はね、ぜひね、チュラサンビーチ行った方がいいと思うので、紹介していきましょうね。で、雰囲気味わってもらったりとか、あとまあチュラサンビーチ行きたいけどどんなところかなっていう感じでね、下見感覚とかで見てもらえればなと思ってます。はい、僕もそうなんですけど、やっぱガイドブック見たりとかね、あとまあインスタとかインターネットで調べたりとかしてても、なかなか雰囲気とかつかみにくいじゃないですか、情報やっぱね、写真だけとかねっていうのがあるんで。なので、まあ特にビーチとかね、あと海とか、あと観光地だったりとかっていうのは動画の方がやっぱ伝わりやすいと思うんですよね。なので、実際の雰囲気とかね、感じてもらいながら、まあ下見感覚とか、あとまあ新しくね、やっぱこんなとこあるんだったら行ってみたいやつさっていう風にね、新しい沖縄旅行の先、行き先をね、見つけてもらうのにもね、役立ててほしいなと思います。はい。まあ、こんな感じでね、沖縄の旅行の情報だったりとか、あと地元情報とか、地元のね、ちょっとまあ、ローカルの部分だったりとか、まあ、移住に関してとかね、そういうのも、どんどん動画で発信していってますんで、ぜひ、まあ、チャンネル登録していただければなと思います。よろしくお願いします。ではね、まあ、チュラサンビーチ紹介していくんですけど、まあ、基本情報からね、ちょっと紹介したいんですけど、まあ、遊泳期間っていうのがね、4月上旬ぐらいに海開きされてから、あと、まあ、10月の末ぐらいまでね、が遊泳期間です。この期間以外、泳いじゃダメよってやつね。で、遊泳時間なんですけど、午前の9時から6時まで。で、利用時間っていうのがね、午前の6時から、22時までってなってるんですよ。これね、ずれるのなんでかっていうとね、沖縄の人たちってね、人工のビーチって特にそうなんですけど、まあ、バーベキューしたりとかするんですよね。海に、まあ、散歩して遊びに行ったりとかね、そういう感じで泳ぎに行くだけじゃないっていうのがあるんですよ。なので、まあ、泳ぐ時間と利用する時間っていうのが分かれてるっていう形で、ここのビーチ、チュラサンビーチはね、6時から、朝の6時から空いてるっていうのは結構、まあ、早いです。で、天然のビーチだったり管理がされてないビーチはね、もうもちろん24時間入って大丈夫なんで、ここが管理されてるんでね、6時から夜の22時までになってますね。はい。で、あと、まあ、施設の、まあ、管理されてるもの、ただシャワーとかトイレで、あと更衣室、ロッカー、売店で、展望台もあるんですね。後から見えてくると思うんですけど、展望台があってね、外バーッと見えるんですよ。デージ綺麗なんでね、ここもね、一度上がってほしいなと思いますね。で、あと沖合の、ね、ネット、クラゲが来たりとかしたら危ないんでね、それを防護するネットとかもちゃんとあるし、関心もちゃんと常駐してます。はい。で、ここの特徴っていうのは、ビーチもデージ広いので、まあ、ビーチバレーができたりとかね、ビーチサッカーができたりとか、そういう感じで、まあ、砂浜もデージ広いんですよね。で、プラスね、その裏側、後ろ側にもね、芝生の遊べる場所があって、そこもすごい広いんですよ。だからバスケットコートがあったりとかね、あとサイクルセンターって言って、ね、自転車借りれたりとかするんですよね。これ1時間500円ぐらいで借りれるんですけど、もうさっき見えてましたけど、デージ広いんですよ、ここ。もう端から端まで1キロぐらいあって、まあ今も見えてますけど、チュラさんのね、映画にもなった任意の丘っていうところもあって、そこまでみんな自転車で行ったりとかして遊んだりとかするような感じになってるので、まあサイクル、自転車ね、借りてみてもいいかなと思います。で、ここ駐車場がね、800台止まれるようになってるんで、これさっき の利用時間と一緒なんですけど、22時に閉まるんでね、そこだけ気をつけてもらえればなと思います。まあすごい広いんで、すぐ裏手にあるんで歩いていけるんで、ね、まあここ以外に止めるっていうのはなかなかないかなと思いますね。はい。で、レンタル用品とかなんですけど、まあ、シャワーが100円で、まあ、ロッカーもついてるっていう形で、デッキチェアとか1000円で借りれたりとか、浮き輪が500円とかね、そういう感じでパラソルも1000円で借りれます。で、あとバーベキューもできるっていうのも特徴ですよね。まあ、沖縄の海はバーベキュー、ビーチ、海、バーベキューできるんで、ここはまあ他のところと違ってね、食材とプラス、まあ、このベンチの使用料みたいなのを
全体で払うみたいな形になってるんですけど、まあ、でも料金はね、あの5名以上からって書かれてたんですけど、まあ、そんなにね他のところに高いっていう感じじゃないですよね。あのなので手ぶらで一応もちろん来れるんでね。なのであのもしね沖縄の人工のビーチ、天然のビーチはできないけども、あの人工のビーチにね遊びに行くんだったらぜひねバーベキューもあのしてもらいたいなと思いますね。はい。であとねここマリンスポーツができるっていうのすごいあの特徴だったと思うんですけど、体験のねシュノーケリングができます。であのこれは60分で5000円でバナナボートとあとビッグマーブルっていうのもできる、あのみんなで乗るやつね、あれもできるんですけど、これがね10分1500円でできるんですけど、チュラさんパックっていう形でこの3つがねついたもん6000円でできるプランがあるんですよ。だからこれはね一応やった方がいいと思うんですね。南部の方に泊まってもらったらね、あのここも出やすいし、あとはまあ中部とかねあの行くのとあの変わらない料金のことにできるので、それはいいなと思います。あとシーカヤックもできるっていう形で、でもう一つねちょっと僕も知らなかったんですけど、あのクラゲ、あのクジラのね化石があるね、あの浮浜島っていうのがあるんですよ。浮浜島っていうのがあるんですらしいんですよね。でそこにね行くツアーっていうのがあって60分で3000円らしいんですよ。でこれがまあ浮かじまっていうのが結構面白くてね、まあ、昔はね、オーシャンになるとね、そのまま歩いて行けるぐらいの近い無人島なんですけど、そこにね、あの約100万年前に、まあ、漂流したクジラのね、背骨の化石が残ってるらしいんですよ、これ。で、それを見に行くっていうツアーがあってね、まあ、それもね、60分で、3000円で行けるんで、まあ、これ予約しちゃいけるみたいなんで、ぜひね、無人島、沖縄の無人島行ってみたらいいな、楽しめると思います。で、ここもね、ここは、隆起サンゴって言ってね、ゴツゴツしたサンゴになってるんで、まあ、普通に裸足とかで絶対歩けないようになってるんですけど、そういうのも見れるのはね、まあ、一つね、いい体験になると思うんで、ぜひここも行ってみてほしいなと思いますね。はい、興味があればね、ぜひ行ってください。で、このビーチは結構まあ、バリアフリーにもなってて、車椅子の方とか、高齢の方とかね、障害をお持ちの方とかっていうのも、結構マリンスポーツできるっていう風になってるんですよ。で、トイレとかも全部バリアフリーになってて、で、ね、結構設備もバリアフリーになってるっていうのと、あと、海のね、シュノーケリングとかもスタッフの人たちと一緒にやるっていうのもできるみたいなので、ぜひね、まあ、南部の方に泊まった方はね、それもやってみてほしいなと思いますね。はい。で、最後にね、ここはね、コロナフェスティバルっていう、コロナフェスっていうね、まあ、イベントですよね、がやられてる、開催されてるところなんですけど、まあ、僕なんかもね、よく、まあ、CM とかで流れてるんで、知ってるんですけど、まあ、このチラサンビーチで、行われるんですね。で、これはね、毎年ね、大体夏ぐらいにね、やるんですけど、ここは、まあ、音楽と、まあ、海見ながらね、フェスやるっていう形で、ビール飲みながらっていう形のフェスがあるので、スペインで始まったらしいんですけど、もう世界中のね、音楽の人たちが来て、どんどんね、まあ、DJ やったりとか、そういう感じで、世界中から集まってくるみたいなんで、ぜひそれに合わせてね、チュラサンビーチ行くのも面白いかなと思います。まあ、昼間は泳いで、で、夕方からこのフェスね、入ってとかっていうこともできると思うので、ぜひね、そこも見てみてくださいね。はい。で、今ね、動画でも見てますけど、入ってるね、このね、あずま屋っていうのがね、デジいっぱいあるんですよ、ここ。まあ、広いんで。で、バーベキューもできるし、このあずま屋のね、中でね、くつろいだりとかもできるような感じになってて、まあ、もちろんバーベキューやってる人たちが行ったらもう満杯になってるんでなかなか入れないですけど、土日とかはそのまあ普通の平日だったりとか人が少なければね、ここでくつろぎながら遊ぶっていうような形もできますんでね、まあ、パラソルとか借りなくても全然大丈夫だよっていうようなビーチになります。はい。で、今最後に見えてきてるんですけど、左側の方にも売店だったりとかね、結構売店も充実してるなと思いました。まあ、見たらね、結構ゴーグルとかも全部、まあ、もちろん売ってるし、まあ、もしね、忘れても大丈夫なんでね、海を泳ぎに行くときにね、まあ、あんまり手ぶらできてもひじいかなと思いますね、ここは。はい。で、最後の、まあ、この左側の方にね、カイっていうカフェがあるんですけど、ここは結構おしゃれなところでね、まあ、ここに食べに来るだけっていう人もいるぐらい、まあ、夕日見ながら食べれるところなんですけど、ぐらい結構有名です、沖縄では。で、まあ、もちろんね、濡れたままね、ちょっと入るっていうのは難しいんでね、ダメなんで、どうしても、まあ、
しか着替えてか入らないとダメなんですけど、まあ、外の方にねちゃんとテイクアウトできるところもあるので、まああのお昼でねちょっとお腹空いたなって言ったら売店でね、まあ、あの食べるっていうよりは、まあ、ここの階でねあの食べるテイクアウトして食べて、で、まあ、かき氷とかね出てますけど、そういうの食べながらねあのまた遊ぶっていうような形で、で夕日がね見える時もね、あのあここがさっき言った貝ですね、このテラスでね食べれるんですよ。だから夕日見える時は絶対最高なんでね、ぜひ行ってみてください。だから最後ね、あの夕日のね上の方にもね、あの空からねあの飛行機が通るのもここ有名なんですよね。瀬底島とかと一緒で、あのその上空にね飛行機がどんどん飛んでいくんですよ。だからこれもね、夕日見ながら見るとね、すごいね、なんかね、あの雰囲気も良くて、おしゃれで。で、あのこれだけ広いところにサンセット沈んでいくんでね、もう雰囲気バッチリなんで、ぜひあのね、お酒も飲むこともできれば、あのサンセット、チラサン道、ぜひ行ってみてくださいね。はい。では今回は以上になります。まあ、この動画はね、チャンネルはね、動画でね、沖縄旅行のおすすめスポットとかっていうのを紹介していくようなあのチャンネルになってます。ぜひね、あの、ま、チャンネル登録と、あとね、あの、ま、インスタとかもやってるので、ぜひそこのフォローもよろしくお願いします。まあ、ビーチ特集やってるんでね、あの、いろいろなビーチ出していきますので、ぜひ、あの、見てみてくださいね。